Mc へようこそお越しくださいました。本日 Mc は午後10時まで開演いたしております。素敵な旅のひとときをどうぞお楽しみください。 Hi everyone, welcome to Mc for your enjoyment. Mc will be open until 10 p.m.皆さん、こんにちは。コッキーとサニーのサーフライドへようこそお越しくださいました。こちらのコッキーとサニーのサーフライドは、二人一組で一つの長いサーフボードに乗っていただくようなアトラクションとなっております。波に乗ってスリル満点の旅をお楽しみください。それでは、行ってらっしゃい。はい、それでは皆さん、コッキーは今何をしているのか見てみたくありませんか？見てみたいですよね。はい、それではコッキーは今こうしてます。やあみんな、僕コッキー、みんな準備はいい？これから大冒険に出発するよ。まず砂漠を越えて、その先に秘密のジャングルがある。そこを抜けたら北千葉のビーチさ。サニー、用意はまだかい？はい、それでは今度はサニーの様子を見てみましょう。見てみたいですか？はい、サニーの様子見てみましょう。サニー、はい、サニー今メイク中みたいです。メイクうまくいっているかな？さとみですっていうか、もう様子がおかしいでしょ、この時点で。では今から、こういうメイクをしていきたいと思います、ね、夢の国の住人のメイクっていうことでこんな感じです。というわけで頑張っていきましょう。ナチュラクターカバーフェイス141だって、 Amazon でレビューが結構いっぱい書いてあったやつなん で、ここちょっとごついよね。これなんでこうなってるかっていうと、ほら皮膚が見えるとみんなの夢がさ崩れるじゃん。ということで皮膚が見えないようにですね、今黒いのをしてるの。そうするとすごくごつくなるっていうね、パワー系になっちゃうからね。はい、じゃあ動画塗っていきたいと思います。こんな色大丈夫？これサニーっぽい色かな、これ。でこっちがね100均でメイクスポンジ買ってみました。でちょっとここ多めにね、こうやって出していかないとね見えませんで、よし多めに。ここに塗っていきます。これね、別にメイク別に得意なわけじゃないから、見切り発車です。わ、すごくない？ちょっと待って、この色になるってこと今から。で、あ、そうそうそう、眉毛消さなきゃ。はい、もう一回気を取り直して動乱塗っていきます。久しぶりだな動乱。とりあえず全部マットな感じにしていくよ。ここについちゃいけないから、ここにつくと夢が壊れるから、ここ黒い部分。プリマビスタコンシーラーわかんない、どうやってやったか。消える、すごいじゃん。あれすごい、あれよあれよという間に眉毛が消えた。じゃあこのクマも消していこう。このコンシーラーと動乱のダブルパンチ、唇も消していこう。はい、今日分かった。これで遊んでる場合だよね。これ今可愛いわ、なんか赤ちゃんみたい。みたいな、赤ちゃんみたいじゃない。赤ちゃんそんな笑い方する？ちょっと待ってよ。まあ千葉県といったらこれですよ。やっぱりみんな今卒業シーズンでさ、行きたいでしょ。でも行けないからね、こんなご時世なんで。だからまあ
私が連れてってあげるよっていうことで今回やったこの企画ですけど、よっ、ここのとこに毛は禁物よ、夢の国に毛は禁物、はい、次のところにここにも終着駅がちょっとわかりませんが、これこうなってます。ベジータみたいなところですね。このベジータみたいなところと、あとここもベジータみたいなところ。しっかり塗ってって、貼ると。浮いちゃうな。しばらくちょっと押さえとこうか、ベジータ。これしっかり貼っていかないとね、ずれますのでね。貼っていきましょう。こうやって、にゃって出たときに、ここに、ちょっと近づいてきたんじゃない？コスメ処方で普段使いにも OK、ウェブで人気っていうパーティーメイクアップパレット。なんか特殊メイク用のパレットを Amazon で買ってみました。1000円ぐらいだったよ。こんなやつです。じゃあ開けてみます。初開け。こんな感じでいっぱい入ってます。それでこれを再現するということですね。いくよ。ここのところほんのり赤いっていうのを再現してみましょう。ちょっとこれで、どこだろう、ピンクかな。やばくないこの色、どういうのかな。やばい、ちょっとだけ濃くない？ピンク。うん、いいんじゃない？どう？近くなってきた。というわけでここまで来るとちょっと中谷美紀に似てるかなっていうところはあるんです。どうですか？うん、先に白からいくか。もっと白再現したいね。白が薄い問題です。どうなってる？白のちょっと白良くないのか、あんまり。それとも皮膚が白すぎるのかな。キャッツちょっとキャッツっぽくなってきちゃう。近づいてきた。横向いちゃうねこれね。まあしょうがない、横向いてても。ちょっと横向きすぎたかな
ょっと女の子っぽさがまだないな。せっかく女の子なのに女の子っぽさがないから、あれだよね、リアルな方の感じだと結構あ眉毛もある、リアルな方な感じで行ってみたいなと思ってるので、これアイライナーしか引かないね。アイライナーしっかりめに引いてみて、で今度はアイシャドウをしなきゃ。アイシャドウにやっていきましょう。アイシャドウ、さっき白やったやつでやっていいかな。アイシャドウはブルーですからね。あ、ブルーが綺麗に出るから、ね、意外に発色が。ちょっとサルティンバンコっぽくなっちゃったけど、うん、もうちょっとまっすぐな、なんだろう、何が違うかな。うん、こんなもんじゃない。どうでしょう、慣れたかな。ちょっと手袋つけて歩いてみようかな。こんなこと絶対やらないでしょ。ちょっと待ってよ。じゃあですね、今からこのメイクがどのぐらい耐久があるのかっていうことをチェックしていきたいと思います。ちょっとね、これガチなので、このこれで海入った時にやっぱ危険だと困るんで、あ、今ね、このミニーのね、違うサニーのヘッドがないのはなぜかというとですね、中にね紙が入ってるんですね。だからね、一発でダメになっちゃったらあれなんで、このまま着衣水泳ですよ。じゃあ行くよみんな。このメイクはもしこの顔がね流れていくようだったらね、私は海に悪いからね、メイクのまま入ろうなんてことは思わないようにしよう。というわけで顔を入っていきます。では海に入っちゃった時にどうなっていくかってことをチェックしていきたいと思います。行きます。どうだろう、動乱落ちてるでしょうか。動乱落ちてる、意外と落ちてないかも。意外と落ちてない、それわかんない。これ落ちてるっていうことで、あの海に悪いからっていうことで、あのこのメイクのまま、あの海に行きたくないっていうね、そういう気持ちがあります。行きます、もう一回行きます。ちょっと鼻に入る。ちょっと鼻に入る。どうだろう、顔はあれでありたい、こういう風に見たいはないけど、えめっちゃ鼻に水入るやん。どうだろう、まああったかいってことはわかります、風呂だから。ババンババンバ、ここね、夢が壊れてごめんね、この皮膚の部分。というわけで、うん、どうだろう、落ちてる、落ちてるかどうかチェック。あ、落ちてない、ウォータープルーフかなこれ。じゃあここら辺ちょっとこすったらどうなるかなっていうのをやっていきたいと思います。どうだろう、こっちもどうなんだろう、落ちてる、
どうだ、落ちてる。じゃこれはね、海に悪いなっていうことで、このままでは海に入れないので、私はサニーとコーニーのサーフライドはすっぴんで行きたいと思います。さあ、いよいよ夢と魔法の王国房総半島よ。そこは海が広がる北千葉、タンデムサーフィンを楽しみましょう。じゃない、これはシミじゃなくて夢なの。シミではなく夢。そう、ここは夢の国、夢の国飯岡。でで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 、漁船が見えるよ。皆様、水は間もなく閉園時間となりました。またお越しいただける日を心よりお待ちしております。本日はご来園ありがとうございました。気をつけてお帰りください。 Ladies and gentlemen, we hope enjoy your day on Thank you for listening and be remembering home down soon. Good night.